虚無双を目指します。ここの木であれば良い笛が作れそうだが、
ました。この木の枝で作ればきっとよく響く丈夫な笛が作れるに違いない。姉上のためにも早く持って帰ろう。安土まで私が友をさせていただくことになりました。姉上は私が必ずお守りします。聞いていますよ、雪村。本当は信長公にお目にかかりたいのでしょ？いえ、私は。冗談ですよ。ありがとう、雪村。心強いです。姉上、どうかお気をつけて。安土まではこの者も供をしますので。はい、よろしくお願いします。あらあら、それはますます心強い。だけど信行は来てくれないのですか？あ、それは。それも冗談です。ごめんなさい、意地悪をして。武家の娘としてとうに覚悟はできていたことですが、あなたたちと別れるのだけは寂しく思っていました。姉上、少しの間でも雪村が共に来てくれるのは本当に嬉しい。信行も私たちに代わり父上をお支えしてくださいね。はい、姉上。武田のお家が滅んでしまい、真田の行く末は今とても不確かです。今こそ私たち家族は皆
それぞれできることを精一杯やらなくては。頑張りましょう、二人とも。はい、姉上。姉上。はい、肝に銘じます。ええ、良い子ですね、二人とも。うんうん、いいもんですね、兄弟ってのは。あらあら、あなたも甘えてくれていいんですよ。異常はありません。Thank you.